2020年秋、所沢駅が変わる。ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。はい、所沢駅をね、一周したいと思います。はい、駅のね、東口を南の方に、歩いていって、踏切をね、渡って、で、昔のね、所沢工場のところをちょっと見て、西口の方に行きたいと思います。で、プロペ通りのね、横を通って、今度は北の踏切を通って、またね、元の位置に戻ります。はい、あのね、右側の四角いビルが、西武の本社ですね。で、ここがね、所沢駅の東口です。ここからスタートして、所沢駅をね、一周ぐるっと回りたいと思います。一応ね、本社の前をちょっと見てみましょう。中に入れないですけどね。はい、じゃあスタートしていきます。左側の方にね、歩いていきます。あ、西武バスがね、ちょうど来ましたね。じゃあね、左側の方にね、歩いていきますよ。はい、駐輪場がね、ありましたね。で、ここのね、道をね、歩いて、それで線路沿いに歩いていくと、踏切にね、当たります。まあ、これね、柵がね、低いから結構撮影しやすそうですね。まあ、昔からね、変わんないですね、この辺りはね。あ、電車が来るみたい。何の電車が来るかな？あー、2000系ですね。はい、右上のところがね、さっきまでいた、屋外デッキのところですね。ちょうど新しくできたところですね。はい、手前側がね、西武池袋線で、奥側が、西武新宿線というのが走っています。南側のね、踏切のところにいます。スマイルトレインの2台目です。はい、じゃあね、踏切を渡りたいと思いますと思ったら、動画がね、ちゃんと撮れてなくて失敗したな。もう一回ね、ちょっと動画を撮るために元の場所に戻ります。はい、ポイントのね、クロスポイントが見えますね。で、さっきまでいたね、屋外デッキが見えます。さあ、渡りますよと思ったら踏切が鳴り始めました。あ、何の電車が来るんだ。駅の方から来るみたいですね。ちょっと撮ってみましょう。
赤い急線系ですね。レッドラッキートレインというやつです。この電車を見るとね、幸せになれるそうです。はい、じゃあね、ちゃんと踏切を、渡ります。で、動画もちゃんと撮れてますね。ああ、よかった。で、インピーダンスポンドね、あの黒いやつね、あの線路の横に黒いあの箱みたいのがありますよね。あれがインピーダンスポンドですね。あのね、閉塞区間をね、ここまでですよ、こっからですよっていう機械ですね。あ、またね、踏切が鳴っちゃいましたね。で、部屋みたいなやつがね、あれ踏切の監視室になってますね。昔からある、踏切の監視室ですね。今度は、昔ね、所沢工場というのがあったところをちょっと見たいと思います。ここにね、昔は線路があって、所沢のね、車両工場が、あったところなんですね。で、そのね、跡地を見てみたいと思います。もうね、昔は踏切があったんですけどね、そこはもうなくなっちゃってますね。で、右側がね、所沢工場があったところです。はい、国土地理院のね、昔の地図を持ってきました。で、所沢駅からね、この今の白い線の、通りに線路が走っていて、で、所沢工場とつながってたんですね。で、所沢工場では、車両改造したり作ったりね、してましたね。はい、もうね、今はね、まっさらになってしまっていて、で、もう なんだろう、マンションでも建つのかな、なんか工事してますね。はい、ここにね、昔はね、所沢工場と所沢駅をつなぐ線路があったところですね。ということでね、西口の方に行ってみたいと思います。はい、西口です。あんまり昔とあんまり変わんない気がしますけど、まあ、駅前に少しね、グランエミオとか、あと、ミスドとかね、スタバが入ってるのが新しくなってますね。で、こっちのね、西武のワルツはね、昔のままですね。はい、奥の方にね、プロペ通りというのがあります。あの有名なね、プロペ通りですね。所沢といえばプロペ通り。はい、航空公園駅というのが一つ隣の駅にあって、そこでね、日本で初めて飛行機を飛ばしたってことで、飛行機のね、プロペラにちなんでプロペ通りっていう風になってます。あ、鳩がいた。はい、プロペ通りとね、声優の間の、道をね、ちょっと通って、それでね、沿線沿いに行きます。沿線沿いに行くとね、電車が撮影しやすいポイントがいくつかありますんで、そこでね、ちょっと撮影したいと思います。はい、場所としては、所沢駅のね、北側のところにいます。はい、何の電車が来るでしょうね。で、奥のね、右側の建物が、西武鉄道のね、総合事務所になってますね。あ、なんか来たぞ。何が来るかな。お、西武池袋線の方ですね。6000系かな。で、あー、かぶっちゃう。2000系のね、電車が来ましたね。西武新宿線ですね。
これね、沿線沿いのね、まあ道ですね。はい、こんな狭いところなんですけど、まあ歩けますと。はい、西武新宿線のね、スマイルトレインが来るみたいなんで撮ります。北側のね、踏切を、西から東へね、渡りたいと思います。西武池袋線の、池袋行きのね、ラビューが来ますね。今度はね、有楽町線が、後ろの方向から来ます。で、奥の方からは、西武線がやってきます。なかなか来ない。いつ来るんだ？来るかな？来るか？来ない。いつ来るんだ？ということでね、もう北側のね、踏切を渡っちゃいます。こっち側も開発するのかな？はい、つまずきました。はい、これがね、西武鉄道の、総合事務所ですね。ここに指令所があるのかな？どこにあるのかはわかんないですけどね。はい、こんなところをね、歩くんですね。でこれで、所沢駅の方に、歩いていってます。はい、建物の下がね、トンネルみたいになってて、そこをね、歩いてこれました。昔こんなのなかったような気がするな。まあ、なんかね、歩きやすいですね。はい、これでね、所沢駅を一周してきました。いかがだったでしょうか？はい、これでね、ちょっと私は、駅の中に入ろうと思います。はい、トコテラスのね、ところでちょっとおにぎり食べます。こんな感じのね、休憩スペースがありますね。まあ、電車を待つのにとってもいい場所です。はい、この奥側がね、新しくできたグランエミオですね。所沢駅のね、再開発で、もうね、昔の所沢駅の面影が全くないですね。すごい綺麗な駅になりましたね。
これは西武のもう主要駅の一つっていう感じですね。まあ昔もそうですけど、これはかなりね手がかかってますね。これはなんかいるだけで面白いですね。ということで帰ります。ちょうどねコーペンちゃんの電車が来たんで、これに乗ってみました。ということで、ご視聴ありがとうございました。